はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン、スパーリアインですね。今回は久々にガチの BO3 ということで、しっかりとサイドボードも組んでやります。はい、今の環境のお話をちょっとするんですけど、今の環境って、グリクシス環境とエスパー環境なんですよね。で、いろんなリスト見てたんですよ。そうするとですね、未確認霊柩車入ってないんですよ。はい、未確認霊柩車が入ってないってことで、死体鑑定士みたいなクリーチャー追放はあるんですけど、どうしてもね、この手の多元宇宙と共にだったりとか、ファイレクシアの門とかを、取るカードがないっていうことに気づいたので、今回はこういう感じでリアニ絡みで、組んできました。はい、で、攻撃どうしたいかっていうと、こういう信仰の繕いだったりとか、染みついた端敵だったりとかで、この多元宇宙とともにだったりとか、ファイレクシアの門を落として、修復途中でね、ポンって釣ってきてっていう形になります。はい、もともとの性能としてなんですけど、BO1 では、赤白絡みとして結構多い印象はあるんですが、それをね、エスパーにすることによって、カウンターだったりとか除去だったりとかの安定感が出るのと、あと、繕いはね、よく使えてますけど、端的ですね、このカード。2枚引いて1枚捨てるっていう手札減らさずにルーターできるカードなんですよ。これが結構貴重であるってことで、なかなか環境的にはマッチしてるのかなと思います。はい。鏡合いの具合だったりとかね、その辺とかはないのと、ルーター絡みもね、色が2色必要ってことで、その辺ちょっと難しいところではあるんですけど、こんな感じも今の環境だったらありなんじゃないかなっていうことで、紹介しようかなと思います。はい、というわけで、本日このデッキ使って BO1 のランクマッチやってきました。収録は BO1 でやってます。はい、勝率的には多分7割、8割ぐらいは出てるはずですね。BO1 でもそこそこが出て、BO3 でもしっかりと勝てるタイプのデッキになると思うので、ぜひとも使ってみてほしいかなと思います。サイドボードの調整とかについては、初感の方で解説していこうと思います。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。捨てるカードないですけど、ギリキープでいいかなと思います。キープしましょうか。ラフィンの塔とか置くだけでね、こっち基本エスパーミッドにしか見えないんで、赤白、お、袋いいですね。これで全部のパーツ揃ったと思います。赤白、ナヤ、リアニミラーの可能性もありますね。赤白アグロ、ジェスカイ兵士、兵士でジェスカイ軸は結構珍しいですね。これは、こっちにするか。しかも、そこでね、アンタップイン選択してるのもなかなか、選択してるのもなかなか珍しいと思いますけど。赤の兵士、なんちゃらの将軍、なんかパワーが上がってればどうのこうのみたいなやつがあった記憶はありますけど。もう一回繕いで、多元宇宙とともには1枚手札にあってほしいんですよね。ここかな。こっちいいですね。なら一旦キラムに使ってあげましょう。このキランの道は相当刺さるはずなので、キランの道使ってあげましょうか。で、多元宇宙って盤面にあればあるだけ強くなるんで、ルーワ入り、なるほどね。とりあえず修復と充電で多元宇宙を増殖。これが出たならルーワ破壊しときここで対戦で登録ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。キープかなと思いますね。忌憚の道で全体除去さえ打てればある程度なんとかなると思うので、とりあえずタップインから処理していきましょう。ペインランド、ね、できれば抜きたいレベルの方にいたいんですけど、色がないんですよね、マジで。赤青、対コントロール普通にガン振り次にはついちゃうと思います。純正な赤青だったら多元宇宙とかはある程度通るとは思うんで、そこはいいんですけど。これ相手何もしませんよね、多分。繕い打ちます。ファイモンと忌憚多分残しといた方がいい気がしますね。
エンド。避難は多分残ってる方が強くなると思います。ウツボどうぞ。どっかでカウンターできないとまあ面倒なことになるんで、どうせかき消し永久に構えてますからね、これの動き。まあこれは一旦打ちますけど、払ってくんないかな。払ってくれるのが一番楽なんですけど、払ってくれた。あとはできれば多元宇宙が積もれるのが一番でかいですね。積もれなかったので、まあ単でいいですかね。まあ、修復と充電で一旦ファイモン出します。まあアブレードとか余裕で飛んでくると思うんで、あんまりこのファイモンは役に立たないかなと思います。墓地のクリーチャーも今いないですからね。今はむしろアブレード切ってくれる方が楽になるかなっていう気もするんで、まあここの偶話でクリーチャーが捨てられるのであればね、ちょっと話はいろいろと変わってきますけど、パワーストーンランプ、はい、パワーストーンランプなんですけど、まあ結局国別がいっぱい使えるのが一番楽になるかなとは思ってます。大田原使ってくれるんだ。これは一応テフェリー置きますね。通るんだ。一気に36。まあドローの方が強いかな。今はドローの方が強そうですね。自分はひっくり返って1、2、3、4、5、6、7マナ。まあこれは一応なんとかなるんで、まあ避難の道ぶっ破しかないのかなと思います。避難の道ぶっ破しましょう。1、2、3、4、5、6、7。次のターンは修、いやこのターン修復と充電でよかったですね。修復と充電で邪悪を打ち砕く構えとけばなんとかなったかなと思うんで、墓地にいるのちょっとめんどくさいですか。アブレイドありますよ。いやまああったとしても打つしかないんで打ちましょうか。いやこっちはないな。テフェリーの方ですね。フォークン1体作りますかね。ドローでも全然悪くはないですけど、廃墟の地は使わない。瞬速大体が普通に出ちゃうんですよね、めんどくさいことに。まあこれはタフ4以上破壊で、瞬速大体もまあ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 なんとか、ドロスでなんとかします。赤いデッキってある程度までサイズ上がっちゃうと取れないんで、マジで。なんでこういう時にこっち今いくつ、一応つくどいから入った方が強いですね。ことことで、で5になったんでこれで2枚ドローになりましたね。でもう一回反撃、これで余裕で耐えるんで、なんならもう2点あるんでね。はい、こっちの盤面のトークン自体は残るんじゃないかなと思います。強大なか、かき消しは受かってるんで、大体で投了ですね。グッドゲーム大戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。これただのコントロールですね。まあキープしましょう。とりあえずまあ避難の道まで構えれてるんで、対赤タンとかだったりとか兵士だったりとかしてもある程度ゲームはできるかなと思います。マイナス2修正とどっちがいいんですかね、これね。毎回考えるんですけど、白緑
これはまあ土地5枚揃ってるのはでかいかなと思います。まあ、エンチャント、まあ、エンチャントに対しては避難の道の方がいいですね。これは功労王で無常の神消す形になるかな。そうですね、無常の神増えます。一旦流しますか。これ一旦流す方が楽になる可能性も高いですね。一旦フォローでいっか、フォローにしましょうかね。うん、避難の道も合わせてフォローが生き残ってる時に打ちたいんで、はい、相棒。これ無常の神が結局手札に戻っちゃう形になっちゃいますね。まあ、フォローで、まあ、1体消して4点受けて、避難の道で流した後のどくび構えとけばなんとかなるかなと思います。でフォローは一応残した方が全員でプラスっておきましょう。まあ、無常の神とか戻ってきますけど、のどくびとテフェリーとかがいるんで、まあまだまだ全然ゲームできるかなと思います。アキールだ、どうしよっかな。しばいたらしばいたなんですよね。やっていきますか。次のターンはテフェリー使いたいんで、うん、このターンはテフェリー使いたいんで止めときます。一応トークン、トークンでいいかなと思いますね。うん、1,2,3,4,5,6,7 素出しルートですか。嫌ですけどね、普通に素出し普通に嫌なんですけど、まあ警戒警戒で一旦殴りましょうか。もう一体トークン作っときますかね。うん、で4マナまで溜まったんで、向こうからはエンチャント唱えるためにどうのこうのみたいなやつとかも飛んでくると思います。ほい、2枚あるか。2枚あるのはちょっと嫌ですね。うん、普通にテフェリー落ちちゃうんで残ってて欲しかった気持ちはありますけど、まあまあまあ一応そっち積もれればオッケーだったんですけどね。こっちにしといて次の相手の動き見る形になるかな。でフォローはもう消えて大丈夫です。多分そこのあいつの方が嫌なんで3点。必要ないならこれは普通に置きたいんで3もらって、置くしかなくなっちゃいましたね。0-0で、これは使う必要ないかなと思います。ぬかるみとかは普通に使ってあげればいいんで、あとはどこかで特別扱いたくないですね。うん、特別扱いたくないですけど、このエンチャントだけは取りたいかなっていうぐらいなので、まあこっちテムマ、まあテフェリー回収でいいかな。まあこれはフリースペルですね。フリースペル、一旦スクロールでトップを変更します。特別打たないと思うんですよね、この対面も。いやー持ってたい気持ちあるんでテフェリー捨てますか。もう一回使います。まあこれは殴りましょう。うん、3点、エンド。一応多分向こうがわらわらしてきたとしても耐えはすると思うんで、こう思った。この手のデッキって、まあ、一つだけ弱点っていうのがあって、どうしてもね、どうしても、やばい。44殴んないですか？殴りますよね。うん。
弱点一つあって、リソース補充の時間がないんですよ。うん。なんでまあ、リソースゲーに持ち込んだら結構いい感じに勝てるっていう印象はあるんですけど、これは、ゼロで、フルコントロールで打ちます。すべてのクリーチャー追放の、これを打つしかないので、当てます。デッキトップこれいらないんで、で、2コスト払いますですね。はい。全クリーチャー追放と、あと、なんか引いたんで、まあ2コスト払っていいか。割ります。修復と充電もいいですね。なら修復と充電からテフェリーでいいんじゃないかな。もう1枚積もりましたね。もう1枚積もったなら放浪前出しますか。うん、まあトークントークンでいきましょう。おい、トークントークンで今度A 頑丈も土地として普通に置いとく方が良かった可能性は全然ありますが、ミチコ、ミチコは今のところ大丈夫ですね。うん、ミチコミチコ、はい、すごい財布になりましたね。まあこっから先ルーターも当たりなんで、当たりだったんですけどね。うん、引くしかなくなりました。あ、そう、どうなってますかこれ一体。土地固まりすぎですけど、相当枚数めくってますよね私。さあこれは結局向こうの動きないんで、ミチコ2回ね、自然主義者に引っかかりますけど、それだけなんで。手札1枚からこの盤面全部取られて7点ダメージ入ることってナヤカラーからだとないんですよ。うん、ないので大丈夫だと思います。まあこの後のミチコがちょっとめんどくさいですかね。まあその程度だと思います。フォロー、これはトークン生成、フォロー、自然主義者は消しといた方が多分楽です。ドロソロは急にめんどくさいことされる可能性ありますからね。でテフェリーから反撃、反撃は2コスト払っていいか。うん、そしてまた腐りましたね。いや出しちゃっていいか。うん、もうこれは純粋にクリーチャーの数で押し付けます。で黒い捨てて捨てて、まあ、次のターンには勝てそうですね。ファイモンは次のターンに打ってあげる方が多分強いので、うん、まあ2体殴りましょう。おい、プラスあと6くらいカウント稼げるんで、うん、おい、ミチコにはいい。これは勝ったかなと思います。モロクリチをミチコに当ててパイモンだけ勝ちですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、基本的にはまあこれとかね、まあ竹宇宙とともにだったりとかファイモン使ってどうこうっていう動きもあるんですけど、まあそれはそれとしてね、普通にコントロールしてホーローテフェリーみたいな動きとかもできたりするんで、はい、結構楽に動けるのかなと思います。で、もともとなんですけど、テフェリーとかの枠って、本当は、ウルザですかね、とかにしようと思ってたんですよ。はい。じゃあ、なんでテフェリーなんだっていう話になるんですけど、ウルザは、ちょっと枠の圧迫の都合が結構あって、はい、マイトウィークだったりとか使いたいカードは多かったんですけど、ウルザを使いたくないってことで、減りました。悲しいですね。そしてね、明確なフィニッシャーがちょっと欲しくて、多元宇宙とともにとファイレクシアのもん、まあ、ホーローとかいますけど、どうしても相手依存なんですよね。ファイレクシアのもんとかって。で、そうなった時に明確なフィニッシャーとして欲しいってことで、まあ、テフェリーまで採用した形になりますね。はい。で、
有利不利についてなんですけど、まあグリキシスとかに対してはそこそこ勝てるかなっていう印象はありました。プレイング次第ですね。はい。で、それとまあちょっと不利なところで言うとアグロ絡みがちょっとだけ不利かなって思います。特にメインボードですね。サイド以降は切り崩しだったりとかこういうシェオルだったりとかも入れれるんですけど、メインボードね、まあルーターとかリアインとかに枠割いてる関係上、まあコンボデッキですからね、どうしてもね必須パーツが多くなっちゃって、そこに対してどうこうっていうのは厳しいかなっていう印象はあります。なんでね、まあ対アグロとかになってくると修復と充電とかもういらないんで、まあこの辺のねルーターパーツというか、まああのリアにパーツ抜いて全部除去に変換みたいなこともするレベルかなと思います。はい。で、まああのサイドボードの調整についてですね、個人的に、使ってて思ったのが岩式の収集はいらなかったです。はい。まあ対グリキシスに対して強いカードとしてまあ有名なんですけど、このデッキだと必要ないですね。結局このルーターで回していくタイプのデッキになってくるので、ちょっと岩式の収集はいらないかなって思いました。うん。そして避難の道ですね、これどれがいいのかなと思ってて、マイナス2修正のやつと避難の道とで2種類あるんですよ。まあ個人的には一応避難の道にしてますけど、マイナス2修正とかでも全然ありなのかなって思いました。特にまあ避難の道だと取れるものにまあデニックがいて、でマイナス2修正で取れるものに鏡のグーバがいるんですよ。まあこのデッキねリアニってことで、まあデニック落としたいっていうことで避難の道入れてますけど、まあこれに関しては好みになるのかなと思います。はい。そして思った以上に使い勝手が良かったのはロランになるかなと思いますね。これなんか初めて使いましたけど、こういうね BO3 で戦った時にこのカードまあ強くて、てか使いやすかったですね。環境的に取れる置物がめちゃくちゃ多くて、銀行バンクバスター、銀行破りだったりとか鏡の具合だったりとか、その辺とかいろんなデッキに入ってますし、そもそもアーティファクトクリーチャーとかもいたりとかするんで、本当にロランは使いやすかったかなと思います。だいたいサイドから入ってきてた印象があるんで、霊柩車のとかの対策にもなりますからね。このカードはちょっと増やしてもいいのかなっていう印象はありましたかね。はい。なのでまあこの辺の岩式の収集とかをロランだったりとか、まあこの辺のね1コスト域のカードとかに変えてあげるだけで戦いやすくなると思いますし、はい、今後ともね、まあまだまだ挑戦の幅とかもいっぱいあると思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは。